桜井哲太郎桜井哲太郎から1945年2月20日は日本の官僚大倉次官台湾銀行頭取、第五代神戸市長5月27日、静岡県出身、1865年9月20日、後の静岡県に生まれる。大学予備門、東京帝国大学法学部を卒業後官僚となり、長野県産次官 石川県産次官、岡山県警部長、茨城県書記官、東京税務監督局長、神戸税官庁、大倉省主税局長、税管臨時項事部長、大倉省関税局長、専売局長、大倉次官、台湾銀行討取りなどを歴任。1920年、名市長と呼ばれた鹿島房さ郎の公認として、第5代神戸市長に就任。当時は、 第一次世界大戦後の不強下にあり、1922年、歳入不足に対応するため桜井は司会に増税を提案した。しかし司会側は、この提案に対し歳出削減や人員整理をすべきだなどと反発し、接中案が出されたものの検討すらせず、桜井の増税案とは逆に歳出を大幅に、 削減する内容の議決を行った。桜井はこれを自身に対する不信任として、辞意を表明、各方面からの遺留も聞き入れず、1922年5月27日に辞職した。1945年2月20日死去。ありがとうございます。